こんばんは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も元気に頑張って発信しようとしていますねって、思いのあなた。正解でございます。正解です。正解でした。はい、こんばんは、タイガーマスクです。はい、今日はですね、何について発信していきたいかと言いますと、調子の悪い時は休もうについて発信していきたいかと思います。調子の悪い時ってありますよね。一生懸命一生懸命頑張るんだ。今日も動画を撮るんだとかね、今日はこれをするんだ。今日はこれをするんだって思いますよね。思うことを大事、やろうという気持ちを大事。だけども自分が体調を崩していたり、できないと思ったら無理にしようと思わなくてもいいんです。できない時はできないんだ。できる時に一生懸命頑張ればいいんです。できないのに無理してやっても、効果は得られないんです。だらいな、眠たいな、疲れている、面倒だなとか、もう本当に、本当に、負の状態がものすごく溜まっている状態で、さあ、やるぞと思って、いくら頑張っても、できないとかはできないんです。できる状態、本当にね、体の調子も本当にね、整えて、できる。今ならできるっていう時に、やった方が絶対に、聞いてる方も、いいね。いいねっていう風になると思うんで、できないとき、体が疲れている、苦しい、ひどいなっていうときは、ゆっくり休んで万全な状態のときにやればいいかと思いますね。確かに僕も苦しいな、風邪ひいたなって思ってはいるんだけども、ちょっとでも動画撮れないかな、ちょっとでもできないかなっていうところがどうしてもあるんですけども、できないな、苦しいなと思ったときは、ゆっくり休んでお風呂でも使って、本当に今ならできるっていう時にやってみたらいいかと思いますね。誰でもそうですけども、YouTube をやるんだとかね、17ライブをするんだっていう時に、無理してしまう時ってありますよね。もちろん、無理しなければいけない時もある。無理した方が絶対楽しい時もある。でも、本当にひどい時は、休んで、休んで、休養をとって、体を休めて、今だっていう時にやった方が絶対いいかと思います。今日はですね、簡単でありますけども、この辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。タイガーマスクでした。はい。